アラクタに変えたいんですけども、その試合の流れに目を向けすぎてしまって、試合そのものから集中が消えてしまったらも、もともこもないわけじゃないですか。<laughs> その時に、あの、試合の流れを変えようだってとかっていうところは、見つけようと思って見つけるべきものなのか、もしくはもうそこまで、そういったこところまで込みで、俯瞰で物を見る訓練を練習化しておけば問題ない気がするんですけども、 そ試合中だけで見るべきものではないですよね。うん。すると、それは試合以外のものを、例えばもう、そういないですけど、ジュリーさんなんかもね、あの、すごい、いろんなことに、なんか見る訓練を練習されてて、入る準備をされててやってたっていう、いつもおっしゃってますけども、そういったことを練習の間からしていった上でやっていけば、流れの目っていうのは、 見つけようと思って、気が散漫になってしまわずに済むもんです。そうだと思うんですね。でうん、流れを、こう、なんていうんですか、調べようと思ったら、2つ、今、と言われていることがあるんですね。1つは、ホットハンド現象って言われているもの。うん、で、このホットハンド現象っていうのは、パフォーマンスが連続して成功していく。例えば、シュートがどん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 入ってきた。 っていうと、その後の調子とかモチベーションにすごく、えっと、影響して、向上して、えっと、流れが変わって、いい、いい方向に向かうっていう、それは一つのきっかけですよね。で、それがホットハンド現象っていうんですよ。で、もう一つは、えっと、ギャンブラー,フラー、えー・ファラリえフェラーシーって言うんですかね。えー、ギャンブラー・フェラシー。で、えっと、ギャンブラーの誤り、えっと、うん、勘違いっていうことで、えっと、 あることがいいことがどん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 起こってると、その後きっと悪いこと起こるよね。でうん、悪いことがずっと起こっていくと、次はきっといいことがあるよねっていう思い込んじゃう。この2つをつにして、うん、えっと流れっていうのを調べてる、うん、と研究って結構多いんですよね。で、えっと、多くは、えっと、ホットハンド現象が本当に起こるのかどうか、そういうことが起こるのかどうかっていうことを調べてて、これはあくまでも個人的な主観。 心理的なあの主観なんですよねで主観をでなかなかそれを客観化していくってことはすごく難しいんだけどでそういうふうにホットハンド現象が生まれてくると、えっと、何かこう例えば,ば花岡さんやってるのはバスケット。 なんかでシュートがどん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 入っていくと、あれこれはもっといきそうだなって言って、えっと、調子が、チーム全体の調子が上がって、それが反対にモチベーションも上がってくって、試合の流れが変わるっていうような、そういうことが、えっと、先ほどから皆さん言われているように、何かがきっかけがあって、で、そのきっかけによってっていうのは、たまたまそのいいシュートがどんどん入ったっていうことがきっかけ。ないしは、えっと、何かこう、うんと、えっと、もう一つは、 <laughs> 心と体の問題があって、体の調子も何か、何かのタイミングで良くなっ気分が良くなったっていったのがどんどん続いていくっていう、そういうホットハンド現象というのがあるっていうことが言われてますね。だからそれをうまくこう使っていく、練習中、試合中にそれをうまく使っていくっていうのが、あと一つのプロセスとしていいですよっていう結果は出てますよね。 ただそのホットハンド現象っていうのは、さっき言ったように、本当に主観的な心理状態なんで、これを客観的にあるよね、ないよねっていうところまで行かない。うん、もう一つは、渡辺さん、さっき言われたように、そういうきっかけを作るために、やっぱり練習の時から、あのさっき高山さんの話もされていたけど、やっぱり練習中からそういうことを準備しておく、うん、でそういうきっかけが、<laughs> で、奥は、なんていうか、そういうきっかけが生まれるような状況を、あらかじめ えっと把握しておいて、それができるような状況をこう自分、うんし、試合前から作っていくっていうのが、すごく流れをこう自分のものにしていくのには大切ですよって言われてますね。うん、だから、うん、そういうことは言えると思います。なるほど それをね、やっぱり準備をせずに試合本番で、だけで考えて流れを流れを流れをって表記をしたらもう、<laughs> これはもう本末転倒なわけですよね。きっかけが多分分からないと思うんですよ。うん、何がいいかきっかけでな、これがあったらまずいことになるよっていうような、そういうきっかけを最初からいろ練習の中でいろいろと、うん、自分で作っていくっていうことが、うん、先ほど渡辺さんが言われたように、相手の 弱弱点点をっっってていう弱点ばっかりりやってるとと他のことは見えなくなくますよね、うん、そうじゃなくて弱点も見えるしだ強み長所も見えるし、うん、あの強みも見えるしっていうところでこういう状況ではこうだよねとかここでこれがやったきっかけになるとこ,のこういう展開は変わるよねっていうことが、うん、試合中から、えー、っとやっていくこと特にチームスポーツなんかはそれは必要なのかなっていう気はします。うんうん ただ、個人スポーツになるとどうなのかなっていうことはあると思うんですけど、まあそ、それもまあ個人の、こういうことが起こった時にはこうやろうというような、うん、何かそういう試合前のきっかけを作る、えっと、きっかけをつかむ、準備みたいなのは練習中からやっておく方が、うん、多分流れは自分のものになるんじゃないかっていう気はしますね。ありがとうございます。